よいしょ。はい、こんにちは、カズ MC です。ちょうどね、コーヒー豆空になったんで新しい袋開けようと思うんですけど、こちらスターバックスのハウスブレンドっていうコーヒー豆ですね。からのブレックファーストブレンド、グアテマラスマトラフレンチローストということでね、ちょっと買いすぎましたかね。ちょっとね、今回動画で紹介したいなっていうのもあって、普段こんなまとめて買わないんですけど、ちょっとね、いろんな銘柄をこんな感じで買ってきました。早速ね、一つちょっとハウスブレンドをね、開けていこうと思います。で、豆をね、保管するときはできればこんな感じのね、密閉できる容器で保管するといいです。酸素とかあと湿気に弱いので、できればね、バキューム式で中を真空にできるやつとかあるじゃないですか。ああいうやつがね、本当はいいんですけど、こんな感じですね。本当ね、揚げたてのコーヒーはね、いい匂いしますよ。で、スターバックスっていうと、ラテとかね、フラペチーノとかってドリンクのイメージが強いかもしれないんですけど、実はね、もともとはかなりのガチ系のコーヒー豆と、あと紅茶とかですね、その専門店だったのご存知でしたかね。で、まあ、スターバックスじゃなくてもね、他のコーヒーショップですとか、あとはスーパーのね、コーヒーコーナーなんかでも、結構ね、コーヒー豆の種類がブワーっていっぱい並んでて、何を選んだらいいかわからないっていう人ね、結構多いと思います。今回の動画はね、自分にコーヒー豆の違いなんてわかるかなっていう人が、これを見た後に、なんかね、ちょっと違いを試してみようかななんて、そんな気持ちになるような動画になったらいいなと思ってます。このためにね、こんな感じでいっぱい銘柄買って、いろいろ買ってきました。これね、全部で1万円ぐらいかかってんじゃないですかね。水に切ってます。ということで、今回の動画は、ちょっと前にあげたハンドドリップコーヒーの入れ方に続く、バイクライダーのためのコーヒー講座ということでやっていこうと思います。まあ、説明するにあたってね、やはり基礎知識っていうのが必要なので、こちらね、3部作に分けて、でじっくり説明していこうと思います。で、第1部で、コーヒー豆の基本。これはね、今回の動画なんですけど、豆がどこでどうやってできているのかなんてのをね、説明しようと思います。第2部、産地別特徴。まあね、ブルーマウンテンとかね、あとキリマンジャロとか、そんな名前を聞いたことあると思うんですけど、そういった代表的な銘柄ですとか、あとは豆の産地、それぞれの特徴というのを紹介していこうと思います。第3部、で、スターバックスおすすめコーヒー豆トップ10ですね。これはもうめちゃめちゃ個人的な趣向になっちゃうんですけど、僕ね、スターバックスのコーヒー豆が非常に好きで、もうね、しばらくスターバックスしか買ってないですね。まあ、その中でいろいろ飲み比べた味の違いっていうのを自分なり の感想で紹介したいと思います。またね、さっきも言いましたけど、ちょっと前にハンドドリップコーヒーの落とし方って動画撮ってますんで、もしね、そちらも興味ある方はね、ぜひそちらもご覧になってください。こちら動画の概要欄の方にリンク貼っておきますね。それでは早速第1部、ファントムブラッド、いってみましょう。ということでね、こんな感じでコーヒーの中身開けてみました。そもそもコーヒー豆ってどうやって作るのって話からしていきたいと思います。で、そんなのいいからさっさと豆の違いを教えろよっていう思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと我慢してね、今回の話聞いてみてください。豆の違いを説明するのにちょっとしたね、基礎知識が必要なんですよ。なるべくね、分かりやすく説明していきますんで。コーヒー豆の産地。コーヒー豆の産地は各大陸の主に赤道沿いの熱帯地方に分布しています。その中でも美味しいコーヒー豆が育つ条件として、寒暖差の大きい森林限界に近い高山、またかつ雨や霧がよく発生して多湿であることというのがあります。平地でも育てることは可能なんですけれども、そういった気温の変化の激しい高山の方がより美味しいコーヒー豆になると言われています。
また理由はよく知らないんですけど、日が昇る前の早朝に収穫するとより美味しいそうです。まあ、光合成するためのメラニンが活性化し始めたところかなんとかとか、そんな感じのね理由はあるみたいなんですけど、これは日本の果物とかお茶なんかもそう言いますよね。浅摘み果実とかね。まあ、日本で自家栽培する人もいますけど、どうなんでしょうね。ちょっと自分で試したことがないので何とも言えないんですけど、今説明したような条件を満たせる気象条件っていうのがね、なかなか難しいんで、そこで取れたコーヒーがこう美味しいのかどうかっていうのがね、ちょっとあるんですけど、まあ自分で育てたっていうステータス補正でね、美味しく感じるってことあるかもしれませんね。まあ、この辺詳しい方は、何かね、情報をもらえると嬉しいです。また予備知識として、コーヒー豆はね、比較的途上国ですとか、あと貧困国で生産されることが多く、このコーヒービジネスが現地の方々の生活の支えになっていたりします。またね、この逆のこともあって、先進国の大手コーヒーメーカーなんかがこうブローカーを通じて買い叩くっていうケースも多くてですね、まあ、そういったコーヒー豆の価格を保証するあのフェアトレード団体っていうところのね、介入が入るっていうことも少なくないです。まあ、これを回避するためにね、現地農家からこう農園を買い取って、もう自社農園として経営するっていう会社もあるんで、まあ、なかなかね、ブラックなビジネス背景もあったりしますね。コーヒーだけにね。この産地別の話はね、また第2部で、もっと詳しくやろうと思います。コーヒーの木。コーヒー豆っていうのは、そもそもこう木になるコーヒーの実の中に入ってるこう種の部分なんですよね。でコーヒーの実っていうのはね、一見こうなんかブドウみたいな感じなんですけど、皮がねちょっと硬いんだそうです。でこの実はね、食べようと思えば食べれるそうなんですよね。まあ、熟したものはちょっと甘いだとかいう話なんですけど、ただね、お腹壊しちゃうこともあるらしいので、ね、食べたことある人はね、ぜひちょっと感想を教えていただきたいと思うんですけど、でこの実を早朝に収穫して、種を取り出して乾燥精製して、で最終的に木豆の状態で世界各国に出荷されるという形になります。コーヒーの加工法。このね、豆を取り出す作業がね、非常に手間がかかるということで、これがね、いろいろな工法でこの種を取り出します。でこれはね、あの地域ですとか、あとビジネスの規模なんかによってもいろいろ特徴があるんですけれども、大きく分けてこれから話す3つの方法に分類されます。水洗式、実を機械で取り除いた後、豆を包む皮革を発酵させて取り除く方法。この皮革というのがパーチメントと呼ぶんですけれども、あの柿の種ですね、あの果物の柿ねの種を想像してもらうと近いかもしれません。あのヌルヌルしてね、この硬い感じ分かりますかね。あの下ネタじゃなくてね。最近の大量生産のコーヒーはほぼこの方式です。で精製コストはかかるんですけれども、豆を炒めずに安定的に大量生産が可能という特徴です。半水洗式、実を取り除く工法は水洗式と同じなんですけれども、皮革は乾燥させて取り除く方法で、こちらは水洗式に比べて低コストのため比較的多く普及されている工法なんですけれども、ちょっとね、乾燥の工程で手間がかかるので、水洗式のような超大量生産には向きません。まあ、しかし水洗式に比べて風味がいいっていうね、メリットもあるので、まあ、これがねいいと言われる、ところもあります。乾燥式、実のついたまま乾燥させ豆を取り出す方法。こちらがね、昔ながらの方法で、安定的で大量な水の確保が難しい地域なんかではこの方法が取られています。で最近でこそね、あの機械で精製するようなんですけど、昔はね、もう本当に乾燥させた実をね、こうバシバシ棍棒で叩いたりなんかして、もう手で豆を取り出すっていうようなね、非常に原始的な方法でやってたようです。で水洗式に比べて不安定ながらも強い香りや特徴的な味わいになると言われています。まあ、こんな事情からね、安定的に量が確保できないので、比較的この乾燥式で取れた豆というのは高価で取引されることが多いです。ということで、以上がコーヒー豆の加工方法3つの方式、水洗式、半水洗式、乾燥式でした。コーヒー豆の焙煎。焙煎方法はね、様々で、手軽なところだとこのフライパンで焙煎することもできるんですけれども、大手企業ではあのコインランドリーみたいなね、横型の乾燥機みたいな、あんな機械でこう焙煎するっていうのが一般的です。豆はローストしていくとだんだん油分がこう出てくるんですけれども、でフライパンだとね、焙煎中にどんどん乾燥してしまうので、
ちょっとね、技術と工夫が必要です。で、豆のロースト具合は深入りとかね、浅入りだけじゃなくて、実はその間がもっと細かくこう名前が付けられています。で、浅入りから順にライトロースト、シナモンロースト、ミディアムロースト、シティロースト、フレンチローストというような感じですね。もっと細かくあるんですけど、ここではね、簡単にこんなところにしておきます。興味がある人はね、ご自分でも調べてみてください。焙煎していくと、だんだんこう色が変わって油が出てきて、ある程度の入り具合になるとパチンパチンってね、ポップコーンみたいに弾け始めます。で、もっといっていくとですね、もう一度こうパチパチ弾けるところがあるんですけれども、それらをね、こちらをファーストポップ、セカンドポップと呼びます。一般的にはこのファーストポップ直後がシナモンローストで、セカンドポップ手前あたりがミディアムローストで、セカンドポップ以降がシティローストという形になるんですけど、このスターバックスではですね、このミディアムローストっていうのがこのセカンドポップ以降ってされているので、まあそれがね、一般的な入り具合よりも全体的にちょっとこう深入り目な傾向があるっていうところですね。で、セカンドポップあたりからね、この豆の油がすごい出てくるんですよ。非常にね、このツヤツヤした感じ、ちょっと遠くて見えますかね。以上、第1部ファントムブラッドということで、コーヒー豆の基本の話でした。もっと細かい話もあるんですけどね、まあ、今回は次の項で、説明するところのこの専門用語みたいのがね、こう理解できるようにということでざっくり説明しました。そこんとこもっと詳しくとかね、何か質問があればお気軽にコメントを書いていただけると幸いです。またね、この動画を見てそこが痺れる、憧れると思ったらですね、高評価ボタンをお願いします。次回は第2部の産地別特徴ということで、実際にコーヒーの銘柄なんかを具体的に紹介していこうと思います。またこのチャンネルは普段アメリカで KTM RC390 で元ブログをやっています。まあ、たあいもない話ばっかりなんですけど、もしね、アメリカの街並みや景色、生活に興味があるということはね、RC390 のまたもうカスタムなんかもやってますんで、まあ、そんなのも気になるっていう方はチャンネル登録なんかしてもらえると嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回、カズ MC でした。